新喜劇見てくれた人全員一緒にお風呂入ろな。何やそれ、入るわけないやろ。家やないね。お風呂入りたい。入るって愛じゃないでしょ。あなた新婚でしょ。何よ。新婚やけど。大二郎さんも一緒にお風呂入ろう。なんで一緒に入らなかんねん。嫌ですよ。お風呂入ったらいっちゃ仲良くなれると思う。いやいや、そうかもしらんけど、うん、まあ、女同士でね、それは入ってください。はい、というわけで今回どういうわけやねん。どういうわけ。ゲストは、はい、吉本新喜劇佐藤達夫です。ありがとうございます。普段は宇都宮真紀さんが、はい、真紀姉さんがここに座って MC をされてて、あれこれ千葉さんちゃうの。その牧姉さんの代わりに千葉さんがやってはる。牧姉さんから千葉さんに来て、千葉さんから今マリコ。そう、マリコはピンチヒッター。ピンチヒッター。 あ、なるほど。やらしい。何が。風のピンチヒッターっていうお芝居してたからって。どう、あの風のピンチヒッター主演の佐藤大地。誰が知ってんねん。誰が知ってんねん。こんなもん知ってはりますよね。わざわざそのピンチヒッターって言葉出してくるって。そんなことグリ掘り込まへんよ。やらしいわ。やらしいわちゃうね。いや大地郎さん、はい、でもちょっと久しぶりにお会いしたじゃないですか。はいはいはい。いや痩せはりましたよね。痩せました。めっちゃ痩せた。いや痩せてないです。あのね、一時めちゃくちゃ痩せたんですよ。でまた戻したんですけど、うんうん、はい、その去年の6月に、うん、あの映画の撮影がありまして、はい、はい、そうなんですよ。でそれで16キロ減量したんです。そうです。僕嘘みたいなリアクションするね。あれへんねん。あの僕あのだから身長176なんですよ。で、はい、普段が64キロ、今64キロなんですけど、普段64。そうです。今の私やん。うわ、うわ、大変ね。64弱。はい、いやほんでそっから3ヶ月間かけて減量して、うん、役がまあ結構こう打つというか、あの家にこもってる役だったので、でその役作りでこうあの48キロまで絞れるかって監督から言われて、で分かりましたって3ヶ月間かけて痩せて、で3ヶ月間かけてやっぱすぐには戻らないので3ヶ月間かけて戻して、今はもう64キロです。え、そうです、元通りです。そうなんですか。はい。あ、でもなんか痩せたような感じたもん。もう痩せたんやろ。もう分からん、髪の毛伸びたから、ね、日焼けしてへんねん。え、俺松崎しげるさんに見えてんの。ないよ、普段からこんな色です。あ、そうでした。はい。で、毛も伸ばして。毛ものまあまあね、そうだからその映画の中で途中で髪の毛刈られるシーンがあったから、撮影終わりで坊主にして、ほんでそっから今戻して、だからもう体重も髪の毛も全部戻りました。こう俳優さんやわ。いやいやいや、まあね、ありがたいことに今月末に完成予定で、はい、来月ぐらいに完成披露した会で、そっから、いろんな映画祭に出すんですよ。うわー、太一郎さんの毛刈られる瞬間楽しみにしてます。いや、どこ楽しみにしてんねん。まあまあでもそこも見どころの一つなんで、ぜひ。はい、はい、ありがとうございます。はい、終わり。全然興味ないやん。坂井愛ちゃんの趣味に出させていただきまして、はい、こちらちょっぴり怖いお友達という、はい、はい、こちら新喜劇に出演させていただきました、はい、見どころなんですけど、愛と愛と愛と、お、はい、ということで見どころ書かせていただいたんですけど、どういうことですか？これね、まあ愛はこれ坂井愛ちゃんの愛ですよ、はい、ね、やっぱ愛ちゃんってやっぱ女性座長ならではの切り口で作品作るじゃないですか。あ、確かに毎回キュンポイントがあるとか、そうやね、ほんでやっぱ女性座員がすごく活躍できる新喜劇なんですよ。ああ、確かにそうです、はい、だから他の週に比べて女性座員の出演者の人数も多いですし、うん、ああ、ほんまや、はい、でも愛ちゃんらしいこの次の愛ですけど、はい、愛情たっぷりなんですよ。わかります、はい、すごいお話の中に愛情があって、うん、だから見ててすごく心があったかくなるというか、うん、そうなんですよ。ちょっと泣きそうになる時もね、あるある、いっぱいあります、ね、いや今回のこのちょっぴり怖いお友達もすっごいあったかいお話で、うん、はい、そうなんですよ。ほんでこれの時にツッコミの人がですね、吉田豊さんが回しだったんですけど、はいはい、吉田豊さんも愛のツッコミなんですよ。だから絶対人を下げない。あ、確かに。そうなんですよ。だから人をあかんなとか思んないなって下げるんじゃなくて、必ず盛り上げる。でこれがすごく愛のあるツッコミなんで、僕は素敵だなと。ダブル愛で、はい、豊かな愛の、そうです、はい、愛ちゃんと愛でございます。そしてこの最後の愛、はい、もちろん、うん、私佐藤太一のこのビッグ愛でございます。いや、あんたかい、はい、自分のこと、そうですよ、このビッグ愛でございますよ。私ね、今回大手スーパー、吉本スーパーの社長役で、はい、ゴリゴリの悪役で出ておりますんで、はい、この大きな目玉をですね、ぜひ、はい、あの皆さん注目して見ていただけたらなと。オレオレオレですね。ガツーンというわけでございますよ。はい、はい、ぜひこちらの方注目していただけたらと思っております。見てください。はい、新喜劇見てくれた人全員一緒にお風呂入ろうな。いや入らへんねん。のゲストは佐藤太一郎さんでした。特技は白目です。